3月ぐらいかなですか、2月か3月ぐらい、名前がついたのが、名前がついたのが、うん、何回目かな、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、10回目ぐらい、あ、続いてますね。ね、あの、たくさんお仲間の、あの、助けを借りて全部毎月やっております。ね、すごい。ベーシストじゃ、そろそろ大丈夫ですか。はい、いやだね、スペシャルいやだね。あの、毎回恒例でございまして、あの、3組の皆さんの本編がね、終わった後に、私は自分の出番をもともと用意してないんですけど、あの、お店の店長のケンちゃんが、まあ、私が知らないうちにどなたかを呼んでると。で、決まりましたか、いや、まだ決まって、決まりましたか、決まりました、我々さん聞いてましたけど NG でした、なんか、どうですかって言って、あの、まあ、あの、なんですかね、どなたかが来られるか。はい、まあ、でも、ここにお迎えする方の中ではかなり若めでございます。大体オーバーコキの大先輩とか、はい、いう感じが多いんですけども、今日だいぶ若め、あの、レジェンドはいいんですけど、あの、若めのヤングマン、はい、ヤングマン、あの、例によってリハーサルは全く無駄にしてませんけど、はい、資料だけいただいております、頑張ります。はじめまして、藤健です、よろしくお願いします。普段、あの、僕、ジャイアント同業でベーシストなんですよ。嘘だね。嘘じゃない。そう。だから共演するっていうことはまずなかったんですが。ね、ここでね、お会いして、はい、そうだね、あのね、あの、伝説的な、あの、鬼殺しブルースバンドのベーシスト、藤健、イエイ。それが、あごき持ってオリジナル歌います。ブルースやりません。
くよしないで、もっと前を向いて歩こう、肩の力を抜いて気楽になろうぜ、もっといいこと、すごくいいことあるはずさ。
いやもう真冬今日外すっげえ寒いけど歌ったらもうダメですね。どうですか、いつも一人ですごいめちゃくちゃ弾き語りライブをやられてるんですけど、 いきなりリハなしでベースに変えて気持ち悪くなる。いや全然、普段僕この曲もベースボーカルのトリオでやってるんですけど、そんなの来るんだっていうのが嬉しいっす。ありがとうございます。ものすごいブーツとソーリアで相手の2人。もう一回自己紹介します。藤健です、よろしくお願いします。メープルファンスの皆さん、ようこそジグザグギグイエーイ。すいません、ブーツとゾーリなんですけど。制服です。すごいなこれ。しょぼくれちゃいそうな時もありますが、みんな元気出していきましょう。
すごいよね。なんか千手観音みたいなことになってる。ちょっとゆるっといきますか。ちょいちょい年を重ねてきましたが、重ねれば重ねるほど大人ってなんだろうって思うようになってきました。気持ちを込めて大人ってっていう曲を勝手に始めるんでついてきてます、はい。
見つかるわけもなく、嫌な大人たちがはびこる世の中で、大人にならない僕がいる、大人にならない僕がいる、あのベーシストがベーシストをバックに歌うってすごい贅沢よね。ベーシストローラーズ、それはベーシティローラーズ。本番中のボケあと2回います。いくらでもエスタくるから帰る。
僕らだけ楽しい。すごいですね、君たちは。やっぱベースってすごいな。ベースしっかりしてると好き勝手できる。あのね、ジャイアン頭おかしいよ。先輩に言われたね。勉強になりました。素晴らしい。あ、でもあのちょっと楽器の話ちょっとしていいですか。はい。あのベースってもともと6弦だったんですよ。知らないですよね。そうですよねっていう人いないですよ、ね。うん、だからエレキベース4弦じゃないですか。あれはご存知の通り、このコントラバスね、みんなウッドベースって言いますけどね、コントラバスを模してで、まあね、あの主にレオフェンダーさんっていう人、他にもエレキベース考えた人当時いたらしいんですけど、コントラバスをまあこういう形にして、要はテレビに映る時にギタリストでもまあベース弾けるようにフレットを打ってピックで弾きましょうっていう風に発明されたのがエレキベースなんですけど、コントラバスよりも古い、もっと古い楽器があるんですよ。その楽器はね、6弦になってるんですよ。勉強になった。そう、あのね、しかもフレットがついてたんです。へー。チェロとかね、あのコントラバスとかバイオリンとか、ああいう形でみんなで合奏するようになる前の時代はフレットがついてる、ここね、紐でフレットついてる紐を動かして。勉強になりました。なので実はね、6弦の方が古いんでございます。まあ、だからなんだってことですかね。だから ルーツに帰ったということですか。そう、あのね、だからね、分かると思うんですけどね、6弦ベースなんの6弦なんか持ってきやがってみたいなね。昔は言われたもんです。最近も言われなくなりましたけど。そうそう。弦多い方が何も言われないもんね、今。そうそう。予言、あれ予言なんだよ。2本外せやーとかね、言われました。はい。もう藤木はもう12弦ベースで鬼殺しやね。嫌です。いや、ちょっと音楽話、いいの聞きました。ちょっと最後2曲ぐらいガサンってやっていくんで、みんなついてきてください。来ろ。Thank you.
でもいつまでも心地よすぎて感情のコントロールさえも全然できなくなってくる高鳴っていく鼓動を抑えきれない衝動もう誰にも止められないウェーブになってウェーブになっていつまでも進めサウンドの銃の中へ
先は心配するな。なんて贅沢な一日よ。最後、明日いいことあるようにみんな一緒に歌いましょう。歌詞は簡単。Good times rolling, bad times rolling, good times rolling, 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 good times rolling.Bad times rolling, good times rolling, 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 good times rolling, bad times rolling, good times rolling, 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 good times rolling, bad times rolling, good times rolling.23日ここで今日歌ったオリジナルベースボーカルでザ・トライステップスっていうバンドでやるんで遊び来てください。23日はいお願いします。すげえありがとうございました。ありがとうございました。ということでジグザグありがとうございました。ありがとうございました。この後ゆっくり飲むまでがあのこのイベントでございますので、お時間ある方はちょっとゆっくりね乾杯して。どこに流れてるかわいそうに思うんですよ。スタンスのブースとかね、これはベースの、これは
スパンではなくて、すごいアカデミックなレースしてるよ。あのすいません、めちゃくちゃレースお上手ですよね。なんか藤原さんね、この人あのね、すごいね、なんかアカデミックなベース弾きはるなぁ、ちょっと、お友達いいですか？また僕ね、あのね、藤原さんね、2025年ね